池畑幸太郎君池畑君日本維新の会教育無償化を実現する会の池畑幸太郎でございます西張間中張目から参りました予算委員会での質問は今回で三回目になります 質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。本日は、農政、医療をテーマに質問させていただきたいと思います、えー。早速ではございますけれども、坂本農林水産大臣、第69代大臣にご就任おめでとうございます。えー、常に農政の中心を担われてきた坂本大臣に質問できることを、今回はですね、えー、楽しみにしてまいりました。えー、と申しますのも、私はあの令和3年秋に当選をさせていただきまして、農林水産委員会に所属をさせていただきました。 今も所属をさせていただいておりますが、その際にですね、坂本大臣が委員会にて質問に立たれました、そのときにお話をされた日本の農地の歴史、今後の農政の在り方について質問をされておられました、質問の内容にです、ね、ずっと聞き入ってしまったことを今でも覚えております。いつもあのここで申し上げるんですけれども、私は農業高校出身でありまして、農業大学校出身。 農業高校の実習の教員を9年8ヶ月務めてままいりました農業現場に密着をしてきたつもりであります。県会議員時代も2期農業関係の質問約8割程度質問させていただきました。大臣のご経歴を拝見いたしますとです、ね、このお立場になるべくしてなられたんだというふうに私は思います。大臣、なさなればならぬ日本農業の水産の改革がです、ね、あると存じます。中山間地域の農地を通じて、日本の国土を守るという観点から質問させていただきたいと思いますが。 私はですね、長くお付き合いをさせていただいてます酪農農家さんから、国会でしょうもない質問するなというふうに言い上げられたことがあります。きちんと具体的に詰めてこいと言われたこともあります。大臣、大臣の言葉を借りますと、規制が過ぎれば農業の進歩が滞るし、自由化が過ぎれば国,の国が混乱をして、社会が歪むというふうに言われました。日本が歩んできた農業・農政の歴史を振り返りながらです、ね、今、日本の農業はどのような岐路に立っているんでしょうか。 どこに向かかううべきだと思われてますでしょうか大臣所信の前ではありますが、あぜひ、えー、今あ、今までの大臣とは違うと思われる分を失礼でありますけれども、時間制限がありますので、端的にお願いしたいと思います農林水産大臣、坂本哲史君。 先ほどごあの、堀委員にご答弁しましたように、世界の情勢、そして我が国の食の情勢を取り巻く、この環境が大きく変わってきております、そういう中で、いかに食料を国民一人一人に届けるのか、さらには中産間地を含めて、非常に減少する、まあ、そういう農業人口が減少する、あるいは人口そのものが減少する、そういったところをどうするのかと、ま,まさに社会的な問題として考え ななけければいいいという,ふうに思っておりますで委員が言われましたあの、どういう方向に行くのか、やはり私自身といたしましては、環境と調和した農業を振興する、そして農地の適正な利用を図る、農業者が農で働くことで楽しさとやりがいを持つ。 そして、国民の皆さんたちに安定的に食料を届ける責務を果たしていくというようなことを実現させなければならないというふうに思っております。池畑幸太郎君楽しさとやりがいを持つというふうに言われました私はですね。あの農林水産委員会やこの予算委員会でも手を変え品を変えてですね。農林水産大臣の方以外まあ、国土交通大臣やまあ、消費者担当大臣に対してですね。 農林水産の今の課題というものを質問させていただきましたが、あその都度ですね、いなされている感は否めないです。大臣は先の答弁にもありましたし、まあ、あの前の委員会の質問でもありましたとおりですね、日本の農地の歴史は自由と規制の間でこう振り子のように動いてきているというふうに表現もされておりました。これはもう言われるとおりだというふうに私は思っております。えー、大臣ののお言葉を借りればです、ね、農地が最初にに法律になったのは 七世紀末の半田修士の方でありまして、そのあと、根田永年資材法、これ歴史を勉強しているようでありますが、これはあの自由化を進めていく方向性でありました、意欲を高めて生産を高めていく、今大臣が言われたように、まあ、楽しさを、そしてまた生産する意欲を高めていこうという法律だったと思います。この後自由はどんどん加速をしていまして、えー、この自由に終止法を打ったのは、豊臣秀吉の太閤検事でありました。 その後は徳川幕府による規制をさらに徹底をされまして、その後規制が崩壊するのは明治の維新であります。敗戦後、GHQ について農地の開放が行われ、現在の農業の閉塞感は戦後にできた規制により生まれてきているのではないかというふうに感じます。われわれの会派はまさに維新でありますが、農業も自由という理念が必要ではないかというふうに私は思っておりますが、とののつまりですね、今の時代は、米をもっと自由に農家の皆さんに作ってもらうべきではないでしょうか。大臣 今の時代はです、ね、どのような時代だというふうに思われているでしょうか、質問させていただきたいと思います農林水産大臣、坂本哲史君米、えー、は,は我が国の国民の主食でありますけれども、えー、しかし、えー、食生活の変化などによりまして、 食用米の需要が年間10万トンずつ減少をいたしております700万トンの生産によって10万トンずつ減っているわけですので、まあ、10年経てば100万トン減少する、まあ、そういう状況にありますまた一方の方で輸入依存度の高い飼料を多く使用する畜産物の消費こういったものが 増えておりますそれがあの,食料の自給率のの低下にもつながっておりますそのために、私が考えますのは、やっぱり需要に応じて、農家の経営判断で麦や大豆、それから飼料作物、米粉用米などを作っていただくことが、我が国の食料安全保障の強化にもつながりますし、自給率の向上にも必要であると。 いうふうふに考えておりますあのなお、昭和40年代から半世紀続いてきました、国から生産者に対しての米の生産数量目標の配分は、平成30年産からまあ廃止をしております、現在は米も他の作物も農家や産地が判断をして生産、そして出荷をしていただいているというふうに考えております池畑幸太郎君。はい 今、大臣から平成30年、いわゆる減産廃止というお話がありました。まさにです、ね、あのそのとおりでありますが、米の生産量配分は停止廃止をされたはずなんですが、今も添削補助金は3000億程度あります。見方によっては、減産は今でも生きているというふうに思われますが、減産政策の徹底をすべきと、私は考えておりますけれども、大臣任期中に考えるまあ対策、まあ、そういったことを含めて、まあ 今、ええという言葉ありましたあの私はあのそのあたりをすべて徹底せよというべきを含めて、大臣がどうお考えかというところをあのお聞かせいただきたいというふうに思います農林水産大臣、坂本哲司君。 今お答えいたしましたように、米政策につきましては、平成30年産より国から生産者に対する生産数量目標の配分を行わないこととしておりまして、農業者や産地が自らの経営判断により、需要に応じた生産を行っていただくということが重要であると考えています。他の作物と同様に、米価につきましては、 市場の需給状況で決まるものですが、需要に応じた生産をやはり促進する観点から、需要が減少する主食用米から、輸入依存度の高い麦や大豆、あるいは米粉用米等への転換の取り組みに対する支援を行うことは重要であると。 考えておりますそしてまた、収入が減少した場合には、その対応策として、経営安定対策として、ならし対策や収入保険というものも措置しております。また、米の過剰在庫が発生した折は、計画的に保管する支援等も行っております。そして、農業者のやはり所得をしっかりと、 えー、確保していく、えー、このことが大事であるというふうに思っております池畑幸太郎君、えー。経営判断という言葉をずっと使われます、大臣がですね。で、えー、大臣が言われております、そしてまた今、3000億程度の予算の話もありました、えー、ぜひですね、その経営判断で進めていただきたいというふうに思っておりますが、まあ、大臣のご地元の,その熊本でも、園芸作物が盛んだというふうに思います。 あの米と比べましたら、園芸作物の支援が薄いという声もお聞きになられたことがあると思います。次の質問ちょっと今、つながってくるところなんでありますけれども、次にその農地の話であります。あの現在、農政で,ですねちょっと違和感がありますのが、タチ化推進についてです。日本では農地に田んぼと畑があります。農水省の掲げるタチ化推進によっては、いわば田んぼから畑、転換をしているように思います。 いわは,は,はですね、今、大臣がその経営判断と言われていたところなんですが、対極にある政策だというふうに私は思っております。実際、20歳化推進は現場からの異論も多いと聞いております。私も聞いておりますし、大臣も聞いておられると思います。今ですね、やはり日本が一番生産するにあたりまして、えー、得意な分野は米であります。自由に作りやすいのではないでしょうか、そして自由に作るべきではないかというふうに思います。 二十歳化を進めるのはあの自由から離れた農政であるというふうに思いますが、大臣の率直,を率直な思いはいかがでしょうか、お聞かせいただきたいと思います農林水産大臣、坂本哲史君、はいえー、主食用米のお需要が減少する中で、えー、農業者や産地の判断で、えー、需要に応じた米の生産。 それから輸入依存度の高い麦大豆米粉等への転換を維持することで農地を適切に活用していただくことが自給率と先ほど言いました所得の向上の観点から重要であるというふうに考えております。水田を汎用化して え、米と麦、大豆等を輪作する、ブロックローテーションというのは、生産性の向上と環境の保全の点からも重要と考えております。え、現在、各産地におきまして、え、二十歳下一辺倒ではなくて、え、水田機能を維持して産地化するのか、または、 あ水田を二十歳に転換し、畑作物の本,本作化で、えー、産地化するのか、検討をしていただいているところであります。えー、農林水産省といたしましては、えー、需要に応じた生産とともに、農家所得の向上という観点から、いずれの産地の取り組みもお後押しをしていかなければいけないというふうに考えております池畑幸太郎君。やははりこれは次元 えと期限が5年前、5年間ということでありました、あの水を張らない地域に関しては、あの田んぼへ戻していくという、20歳から戻していくということでありましたあ、皆さん心配されておりますので、ぜひあのどういう方向性で進めるのかというのは、はっきり提示をされておられますが、どんどん認知をしていくべきだというふうに思いますね、どうぞよろしくお願いいたします。少ししちちょょっっとと急いででおおりまますのでです、ね、3分間時間間時時が削られておられれててを 少し短めにやってままいります今、お手元にちょっと委員の皆様のお手元に配られております、ですね担い手の農地集積の傾向と分析という資料は、ですね20日推進ではなく、ですねまず今、大臣も前の委員からの質問にありました、農地の集約に力を入れてほしいと、集約から集積から集約が必要だという答弁もしておられましたけれども、今は平均4割程度からですね、 今、集まっておりますが、8割が目標ということでありますから、次世代の農家に引き継いでもらうべき提言をするべきだというふうに私は思っておりますので、ぜひ資料を参考にしていただいて、皆様のご地元の集、ね、積率がどれぐらいになっているかということも踏まえながら、次どういった手を打っていくかということを考えていくべきだというふうに思います次は輸出であります。 先ほどです、ね、米も自由に作るべきだというふうに申し上げましたけれども、作った限りはいずれの米も、今とは比べものにならないほどです、ね、輸出の拡大が必要ではないかというふうに思います。まあ、これも議論があるということはよく承知をしておりますが、農作物、つもの輸出の目標金額が2兆円から5兆円にしようと、そしてそれに対してです、ね、米の輸出の目標額が125億円と、まあ、少ない感が否めませんけれども、私も外務委員会で質問させていただきました。 まあ何か力を入れていることがありますかという質問に対して、ですね、まあ、パックご飯なんかの取引がですね引き合いがかなり多いということでありました。私はもっともっと、ですねあの例えば北海道が取り組んでおられますエンターテインメントとの共同、エンターメイですね、まあ、聖地巡礼だとか、俳優さんたちが食べたものを食べたいなというふうに思う気持ちだとか、まあ、すでにその北海道なんかでは取り組んでおられますけれども、米はあまり主食としないそのヨーロッパ諸国に拡大をさせていくためにはですね、 外務委員会でも質問させていただきましたけれども、視点を変えた取り組みが必要だというふうに質問させていただきました。農林水産省にいてです、ね、その後視点を変えた何か取り組みを考えておられるのでありましたら、教えていただきたいと思います農林水産大臣、坂本哲史君。 えまず、の米の輸出の方からご答弁させていただきたいというふうに思います。あの米の世界貿易の市場は約5000万精米イイトンであります。ただ、残念ながらその大半が潮流種、インディカ米でございます。えー、我が国のお国産米のおほとんどが粘り気が強い、単流種、ジャポニカ米でございますので、その市場が大きくはありません。 しかしながら、海外におきます寿司ブームや和食ブームを通して、ジャポニカ米の認知度が高まるとともに、我が国もジャ,ポジ,ャポニジャポニカ米をアジアや欧米に輸出しなければならない。 えー、いうふうふに思っておりますまた、あの近年は日本の米や水で作られたパックご飯やテイクアウトで手軽に食べられる等の理由から、日本三米のおにぎりが人気となっておりますので、まあ、あのこうした需要開拓も含めて、まずは2019年から、2019年の52億から、 ああ二千二十三年四年間で二倍にしたところです。えー、そして、えー、あのー、その後二千二十五年に百二十五億円の目標を掲げているところであります。まああのジャポニカ米という限られた市場の中でですね。まあしっかりとそこはあ順を追って。 計画的に輸出を増やしてまいりたいというふうに思っております。あの委員言われましたエンタメ等を活用した新たな視点というのはこれは必要だというふうに思っております。あのそれぞれドイツやあるいは東南アジアでも民間等を中心にですねしっかりそこは努力をされております。それがまたあの輸出の向上にもつながっているというふうに考えております。池畑幸太郎君はい、えー、ありがとうございました。 まあ、自衛や勝者だけにです、ね、任せるのではなくてです、ね、国としても、まあ、国策として対応が必要だというふうに思います。最後、大臣も答弁していただきました、そのエンタメというのはかなりまあ重要だというふうに思います。あの一昨年、アブダビンに参りましたように、大使館には立派な情報をお持ちの大使館員もたくさんおられました。もっとあの重要視して活躍してもらうべきだというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、今国会では、ね、食料、農業、農村基本法の改正案が提出をされております。 私たちもです、ね、しっかりと将来にわたる食料の安定供給を追求したいというふうに思っておりますので、また20化という方向性、まあ、輸出の強化については、改正基本法の中でどういう位置づけになっているのか、あの注視をしていきたいというふうに思いますし、ぜひあのいろんな取り組みを我々もしていきたいというふうに思います。まあ、大臣のホームページのトップ画面はです、ねあの、水田の前で演説をするという素晴らしい構図であります。 水田を守る農林水産業に従事する方を守ることによって消費者すなわちま日本国民を飢えさせないということをですね徹底的に我々も進めてまいりたいというふうに思いますのでこれからもよろしくお願いいたします。はい、続いては医療の質問に移らさせていただきます。はいえー、ありがとうございました。えー、今回のですねま能、あ、登半島で起こりましたまあ、地震 そして今でも,この今でもですね現地で医療に携わっておられます皆様に、またボランティアに従事していただいている皆様に、敬意を表しながら質問させていただきたいというふうに思います。昨年の2月、予算委員会の際に、医療事故と医療稼護について質問させていただきました。まあ、1年を経て、どのような進捗があったのかということを確認しながら、そもそもこの問題を取り上げておりますので,で、地元で解決する課題があったからであります。 最初にです、ね、医療事故制度、調査制度についてお聞かせいただきます。当時です、ね、あの隣におられますあの元前厚生労働加藤大臣にもです、ね、ご答弁をいただきました内容でありますが、あの医療事故調査制度とはです、ね、医療の安全を確保して、医療事故の再発防止をするために、医療改正に盛り込まれたものであります。まあ随分とまあ疑問議論をされたというふうに思いますし、まあ、いろいろ思いもあったというふうに思います。 いろいろという言葉ばかり使っておりますが、いろいろと工夫しなければいけないと、加藤大臣からも、元前加藤大臣からも答弁をいただきました。私はです、ね、課題はあるよねというふうな答弁に聞かせていただきました。その課題というのはです、ね、医療機関で起きた死亡事故の原因を調査する、医療事故調査制度への報告件数が、まあ、当初の予想を大幅に下回っていると言われております。それは 元届けへの罰則がなく、これも罰則というかです、ねあの、前あの加藤大臣も言われてましたけどその懲罰があったり、罰があったりということはあの、情報が集まらないということで、私もそう思います。えー、そういったことが含めてです、ね、訴訟、でもそれでも訴訟を起こされるのではないか、まあ、医療関係者らがですね同制度の利用に消極的になっているということが背景にあるのではないかというふうに思います。問題点が解明されないままですね病院と要因を分析して、 医療の質向上に努める病院の二極化が進んでいるのではないかというふうに思いますが、大臣、どのような認識をお持ちでしょうか厚生労働大臣、竹見三君あの医療事項調査制度において、2023年1月から12月までに報告された医療事項件数は361件でございます。うん 一方、その制度創設前に厚生労働省の検討会で行った推計では、一年当たり一千三百件から二千件と見積もっておりましたで。この推計は現在の医療事故調査制度の定義とは異なりまして、提供した医療に起因するかなどを問わず、死亡事故を広く対象とした上で、 大学病院など、比較的手術などのリスクの高い医療を多く提供する医療機関の実績を、医療機関全体の数字として適用する形で推計しておりまして、現在の医療事故調査制度の実績と前提条件が異なることから、簡単に比較することは実は大変難しいんであります。 厚生労働省としては、医療事故の定義の医療機関の管理者が狭く解釈することによって、報告数が少なくなることがないよう、引き続き医療事故調査制度の目的や、それから医療事故の定義について研修などを通じて、しっかりと周知を図ってまいりたいと思っております、はい、池畑幸太郎君。はい、361件ということでありました、まあ、これが多いか少ないかということは、あのまあ、いろんな判断があると思いますが。 あのその次にです、ね、都道府県によって報告件数が大きな差があります、都道府県によって事故の発生率が大きく変わるというふうにあまり思えませんが、まあ、趣旨を理解して調査、報告をする必要があるのではないかというふうに考えます。報告にまあ消極的か積極的か、まあ、ちょっとお話がありましたけれども、まあ、専門性の高い大学病院でも、予期をしていたかどうかの判断が生じまして、まあ、実際には報告件数よりも多い事故が起きている可能性があるというふうなお話でありました。まあ、教化も必要だとということであります それを踏まえましてです、ね、やはり、えー、ここが大事なんですが、医療事故調査支援センターに報告をします、その後院内調査が始まりますが、ただ、医療事故調査支援センターに報告する医療事故、そして医療機関の判断に委ねられる現行制度について、今お話もありました、えー、冒頭申し上げましたとおりです、ね、地元でやはりあのいろいろ課題がありまして、この質問をさせていただいておりますが、まあ、医療事故がです、ねえー、起こったときに、 えー、遺族の方々がどのように思われるかということに対して、私たちはいろいろ考えておるわけでありますけれども、遺族側がです、ね、病院に対して、まだまだあの調査をしていただけないか、これから調査をしていただけないかといったときに、まあ、なかなか事故調査を求める権利が認められていないということでありまして、まあ、なかなか知れないということが発生をしております。その件について、どのように大臣は認識でいられるか、お聞かせいただきたいと思います。<laughs> 厚生労働大臣見君あの医療事故について、えーその、遺族のご希望に基づく調査の件でありますけれども、この医療法において、医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に起因をし、また起因すると疑われる死亡または死産であって、当該医療機関の管理者がその死亡または死産を予期しなかったものと、 このように医療事故は定義されておりますで医療事故調査制度の趣旨は、責任の追及や紛争処理ではございませんで。医療事故について調査で原因を究明し、再発防止につなげることで、医療の安全を確保することでございまして、医療事故に該当するかどうかの判断は医学的になされる必要がございます。 このため、医療機関の判断を超えて、遺族からの求めに応じて調査をするということは、実は制度上は想定されておりません。しかし、他方一方で,です、ね、医療事故の適切な報告調査のためには、医療事故かどうかを判断する医療機関の管理者が、適切に制度を理解していることが、今度はこれは極めて重要になります。 このため、厚生労働省としては、管理者に対する医療事故調査制度に関する研修の実施と、その受講促進などを行っておりまして、これらの取り組みをよりしっかりと進めていきたいと思っております池畑幸太郎君、すべ、えー、ての遺族の,です、ね、あの意見をなかなか集約し、そしてまた聞くというのは大変な作業だというふうに思います。 なかなかそういった事故庁のあたりでも、そういったセクションを作るというのは非常に難しい話なのはよく理解しております。できればそういったことを含めて、相談をする窓口、そして市役所やそういうところでもやっておられるというふうに聞きましたが、そういったところもかなり大変な作業になるというふうに思いますが、そういった声が多いということだけは必ず伝わせて,伝えさせていただきたいというふうに思っております。一方、ですね遺族へのフォローも大切なんですが、 はらずもま事故を起こされてしまった先生のに対するケアも必要ではないかというふうに思っております。あの医師の本人がですねあの事故を起こそうと思って起こっていたわけではないのは当然のことだというふうに思います。あのまたあの再び医師として働くことができるようになる場所をですね。あの自分を見つめ直すという表現をされたあの先生もおられましたけれども、そういった場面で。えー そういった場所があるということは、すごく心強いことなんだということを、現役のお,医者のお医者様も言われていらっしゃいましたが、そういった場所を提供する、そしてそういったセクションを作るということはお考えではないでしょうか厚生労働大臣、竹見慶三君あの委員のご指摘のとおりでありますあの、医療の提供者側、この患者中心に医療というものは考えなければなりませんけれども、やはり、 医療を提供する側と患者との間の相互の信頼関係というものがあらゆる意味で、この医療の質を高めていく上での基盤になると、こういうふうに私も考えております。でその観点で、この今ご指摘の医師の側に立ったあのフォローというのも、大変重要な課題だというふうに思います。で厚生労働省におきましては 患者や家族と医療従事者の双方の立場を理解して両者の対話を促す人材として医療対話推進者の医療機関への配置を診療報酬で評価しながら推進しておりますでこの医療対話推進者の業務として医療事故に関わった職員への精神的ケアなどのサポートを行う旨厚生労働省の指針の中でお示ししております また医療関係団体の研修などにおいても、医療従事者の精神的な支援に取り組まれるものと承っております。でこうした取り組みを進めながら、当事者のケアが適切に行われるよう進めていきたいと考えております池畑幸太郎君、はい。委員長、えー、今後もです、ねまあ、今言われた医療従事者の先生方が働きやすく、 そして国民にとっても不利益のないような改革が必要ではないかというふうに考えておりますのでぜひ今後とも質問を続けてまいりたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたしますこれで質問を終わらせていただきますこれにて木畑君の質疑は終了いたしました午後1時から委員会を再開することとしこの際休憩いたします